おいの食レポ第3弾オールプリン、これファミリーマートで俺のシリーズっつって、他にもなんかいろいろあった。俺のティラミスとか俺のチーズケーキとかね。コンビニでこういうスイーツ意外と男に売れてんだって。っていうのはさ、女の子はさケーキ屋さんとかそういうとこに行ってスイーツ買えんじゃん。だけど男はケーキ屋さんとかアイスクリーム屋さんとか行くの恥ずかしいから、コンビニでプリンだとかシュークリームだとか買う人が多いんだって。だからこれもそういう甘いものが好きなんだけど専門店に行くのが恥ずかしい野郎に対して作られた商品の一つらしいんだよ。だけど俺言っていい、俺逆に恥ずかしい。パッケージデザインといいさ、俺のプリンとかっていう名前ついてるところといいさ、あとこういうデザインだよな、野郎が立ってるみたいな、あとこのデカさ、こう男に向けて作りましたっつう感じがありありじゃん。こういうのが恥ずかしくねえのかな他の野郎たちは。例えば普通のプッチンプリンとかみたいなプリンがと、この俺のプリンと並んでて、いやこの量のデカさとかには食いつくよ。だけどこれを買うっつうのは男だから俺のプリン買いましたみたいな、なんつったらいいの、用意されるとそれはそれで照れくさくなるっつったらいいのかな。いやなんかわかんねえこの感覚。俺逆にね恥ずかしいよ。それだったらもうさりげなくパンとかラーメンに間にプッチンプリンを忍ばせて入れてる方がいい。俺のプリンとか言っつって変にこの男っぽくされる方が恥ずかしいわ俺。売れてんのかなやっぱこれ。でもこれシリーズがあるってことはある程度需要があるんだろうね。で他のスイーツも、スイーツとかいう言葉自体が俺も恥ずかしいんだけど、なんつうのこういうプリンとかケーキとかいろいろあったけど、俺のって書いてあるシリーズで共通してんのは量が多い。とにかくこれもそうだけど、これバカだよこれ。これさ455g あるんだけどカロリーが544kcal。バカだよ。でも野郎はカロリーなんか女子みたいに気にしてねえからそれでも食っちゃうと思うね。とにかく量が多ければいい男は。それは俺はわかる、それはね。だけど俺のプリンって言われてもなそうそう、しっかりカラメル風味って書いてんだよ。普通のプリンってさ、プリンがあって下にそのカラメルソースが入ってんじゃん、茶色いの。そういうのもないっつ、もうめんどくせえからそんなの。やろうは最初から混ぜましたっていう、これもいいな。これも自家農場で採れたお菓子用卵スイーツ全くしようとか書いてあるんだけど、こんな野郎は読んでねえよこんなもん。とにかく甘いものが腹いっぱい食えればいいんだよ。まあこれ食ってみるな、これはな。プリンバカだよ、結構な量だぜこれ。もう食ってみよう。まあうめえんじゃね。プッチンプリンかな、プッチンプリンを安っぽくした感じ。プッチンプリンにちょっと水足して薄めにして固めた感じ。まあいいんじゃね。これは俺が今まで食レポした中でまあこれはいい方だよ。これが確か298円だったんだよ。でも野郎は安くて量が多ければいいね。とにかくもちろんうまいに越したことはねえんだけども、でもなんだろうな、こうやってこうプリンを食ってる姿をちょっと映されるのが恥ずかしいな。野郎がプリン食ってんじゃねえよっていう気持ちに俺はなってくるわけよ。なんとなくこのボリュームが幼児の食い物を食ってますみたいな感じをちょっと軽減させてくれてるな、このボリュームが。まあうまいんじゃね。俺バクバク食っちゃうよ。なんだろう、結構止まんねえな。何もレポートしてない。だから俺コーラ説明するのよくわかんねえんだよ。ただ食ってるだけってさ。まあなんだろうな、まとめるとすりゃ
アイディア商品だよね。ブリンツ、幼児的なイメージのおやつを、まあ男が買う時も恥ずかしい気持ちにならないように、まあ俺は帰って恥ずかしいと思うんだけど、こんな風にされてることの方が恥ずかしいと思うんだけど、俺はね。だけど、これで買いやすくなる人もいるんだろうよ。こんな風にしねえと、買いにくい人もいるっつうことだな。ちょっとでも買ってもらえるようにっつう、まあアイディア商品っつうことだな。でも、俺のプリンって言ってる時点で、俺のプリンって言ってる時点で、俺はもうちょっと恥ずかしいけどな。